はい、カメラマンの村誠一です、いかがお過ごしですか。まあ世界情勢もね、本当にいろいろ変わってきましたね。本当にね、こんな大丈夫なのかなっていうふうに思いますよね。もし本当にね、核戦争にまで拡大してしまったらって怖いような気がしますよね。今回はですね、前回についてですね、この 18% のグレーについてお話ししたいと思うんですね。で、このグレーっていう 18% のグレーっていうのは、まあ今ね、こういうふうに見せてると分かると思うんですけど、これが 18% のグレーなんですよね。で、これが少し2段明るいグレーなんですよね。で、これが白なんですよね。で、こう今これカメラオートだから、もうオートで反応してると思うんですよ。こうやってほらね、白い紙の面積が大きくなると露出が落ちてるの分かると思うんですよね。まあこういう話をもう説明していこうと思ってるんですね。このグレーをね、グレーをかざした時ってそんなに変化がないんですよね。まあカメラがグレーをまあ基準にしてるってことですね。だからここも、まあ、ソファーもそうなんですけど、グレーを基準にしてる。じゃあその、まあ、テストした、動画をちょっと見てみてください。で、このね感じでよくわかると思うんですね。はい、今回はですね、この3枚のグレーと思われるものを3枚ちょっと紹介していきますね。で、この、グレーというのは3種類あるということを後でこう説明していきますけど、ここで、また2枚目のグレーですね。で、これをこう加えていきます。はい、ちょっと拡大しますよ。これね、さらにグレーをまた加えていきます。で、ちょっと拡大して、で、ここでね、最後にこの3枚のグレーっていうのを、今ね見てきたグレーっていうのを、まあ、3枚はね分かりやすくこうずらしていくとどうですか。これ一番左のが 18% のグレーなんですね。で、真ん中のがさらに2段明るいグレーなんですよ。実は右の一番右のところっていうのはグレーだって言ってたところって白なんですよね、これね。でもカメラっていうのはこの3枚が初めてこの合わさった時にこういう反応をはっきりとこうグレーを3種類分けるんだけど、1枚ずつ撮ってた時っていうのはどのグレーがどういう色かっていうのは判別しにくいと思うんですよね。これがオートの露出の、まあ、欠点なんですね、ある意味でいけば。で、一番左のこの 18% グレーっていうのが、まあ、一応そのカメラでいう基準露出、世界基準で設けられてるあのグレーなんですよね。これが18% グレーですね。で、真ん中はそれより2段明るいんですね。で、さらに右端っていうのは白いプリント用紙ですね。で、それをまあこう並べてみたんですね。で、この一番 18% グレーっていうのを一番左にこうずらしていって、白の部分、明るいグレーの部分を多くすると、どん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 こう下がっていくのが分かると思うんですよ。こう露出がね、こうだんだん下がっていって、一番左にこう寄せていくとちょっと黒っぽくなってくると思うんですよ。じゃあ今度全部その両方を取り払ってみるとどうなるかというと、こういう感じなんですね。そうするとほら、ここで変化をしていくのが分かると思うんですよ。こういうふうにだんだんね、白がグレーになっていってしまう。本当は白なんですよね、これ。で、そのそういうふうにこう露出っていうのは変化していって、全部 18% にしようとする、本当は実際はならないんだけど、まあ、そういう方向に露出を変化をしていくってことがあるということをこう皆さんがね、こう思えばいいと思うんですよね。で、これが一番ここに出てるのが、これが 18% グレーで、だから実際このこれでそのこれはオートですからね、みんなオートになってるから 18% で撮って、そのグレーをカメラの前に置いてこうオートで撮ってると、グレーはグレーで表示されていくわけですよね。で、特に今度次に少し明るいグレーをこう持ってくるんですね。そうするとこれもこうずれていくと同じような 18% グレー、これはね、グレーの明るいグレーとそうでないグレーなんだけど、結局このズレが起きてくるってことですよね。こういう風な明るさによってズレが起きてくる。これはオートで撮ってますからね。で、今度はそのこう
ちょっと明るい、ちょっと明るいグレーを、まあ、取ってますね。で、さらにこうまた3枚をずらしたりとかしています。結局ね、こうやっていくと露出がすごく変化してるのが分かると思うんですよね。で、カメラっていうのはまあこれ一応全部その基準 18% 風景とかをまあ撮った時を基準としてるわけですよね。まあ質問いただいた方から日本人の肌じゃないかっていうんだけど、日本人の肌の人でもまあいろいろその肌っていうのはあの違いがあるので、そこのそれだけではないってことですね。で、あくまでもまあ基準の、だからこれ買ってきたんですよね。その買ってきて、でこれグレーの面積 18% のグレーが前面にあるときはいいんだけど、左側にずれてくるとどんどん濃くなっていくと思うんですよね。で、こうさらに濃くなってしまう。で、真ん中の方がもしかしたら基準のグレーなんじゃないかと思わせる。で、一番右側の白いところもややグレーになってくるっていうことが起きてくると思うんですよね。で、このずれっていうのをぜひね、皆さんがこう学んでもらうといいと思うんですよね。で、このようにしてその風景がもう変化をする。だから露出がね、オートだとそのまあこれ基準が分かってればね、露出が合ってるかどうかっていうのを自分で判断できるんだけど、でその判断をするということをまあできないとね、やっぱりちょっと難しいと思うんですよね。で、やっぱそこをぜひね、皆さんがこう考えていけばよく分かると思うんですよね。で、やっぱりこの露出ってのはもうこれだけ変化をしていってしまう。3枚置く時と1枚ずつ見た時、それで3枚でも左にずらしていくと色がもう大きく変化をしていくっていう、このくらいその露出、これオートだからね、自分は一切そのこう触ったりはしてないんだけど、カメラのオートで R3 でこういう変化をこう、まあ、皆さんに見てもらってるわけですよね。中間のグレーですね。中間のグレーでも、まあ、こういう、まあ、実際にこう綺麗にこう出てくるわけですよね。で、白をこう置いて、白を置いてこうしていくと自然とぐーっと落ちてきてグレーになっちゃうと思うんですよ。どうですかこれ。で、このようにしてね、グレーがみんな基準の 18% に全部カメラが近づけようとしてる。一番実際はこれね、後から見るとこれが一番 18% のグレーなのか、実際こうね、オートで見てるとかなり暗く見えますよね。でもこう全体真ん中の方にこうずらして3枚ともずらしてくるんだけど、やはりね、カメラっていうのは明るいところに引っ張られるっていうのがこうよくわかると思うんですよね。で、こういうことをまあ、初心者の方はこういうもんなんだよって、露出ってこうやって変化するんだよっていうことを頭の中に置くといいと思うんですよね。で、これを置いていくと露出ってのはどういうふうにして変化をしていくかっていうのがすごい分かってくると思うんですよ。じゃあこれ実際こう風景で見てみるとよく分かると思うんですよね。これ風景ですよね。風景で室内に置いて、で真ん中にあるのは 18% のこのグレーなんですよね。で、 18% のグレーでまあこれをずっと見ていくと、じゃあそこにさらにちょっと明るいグレーを入れてみましたね。明るいグレーですね。これ入れてみました。次にこう白いの入れていく。で、その時にはやっぱり風景の中、まあ風景っていうかいろんな色が混じってるからまあなんですけど、実際この白い紙っていうのはサイズが大きいから、白い紙によって露出が変化しているのが少しこう微妙なんだけど、ちょっとわかるかと思うんだけど、結局その白い紙の面積、白い面積が多くなると露出ってのはアンダーになるっていうことですね。やっぱそれをこう覚えておくといいと思うんですよね。で、そうやって露出の変化をしていくってことを皆さんが分かっていただければ、非常によくわかると思うんですよね。さらに大きい紙をまた加えていくとどうなるか。大きい紙を加えるとですよ、今度は画面がちょっと小さくなってますからね、画面をで、こうやってその露出が変化していくっていうことをぜひね、こう覚えていくといいと思うんですよね。で、今度はグレーを入れないでどうやって変化していくか、これオートですね。こうオートで動画を撮ってますね。プログラムオートです。で、実際この背景のブラインドが閉まっていた時の露出っていうのはこういう感じなんですね。で、このブラインドを開けていくとどうなるかということをね、皆さんがこう感じ取っていけばね、オートってのはどんだけ変化していくんだってことがすごいわかると思うんですよ。
そうすると今度はここからブラインドをこう開けてきますよ。後ろ開けていくとどうなりますか。ほら手前はもう真っ暗になっちゃうんですこれね。ということは後ろの明るさ、画面の中に明るい部分が多いと明るいところのところに露出を合わせようとするんですよ。だからこの手前って一気にこう暗くなっちゃうんですよね。で今度はこれを閉めていくとどうなるかというと、閉めていくと手前に露出が合ってくるから明るくなっていくわけですよね。この変化をこうね、分かるとオートっていうのが万能ではないことがよく分かるんですよね。自分が撮りたいものだけど周りの環境によって大きく左右されてしまうってことですよね。では今度はマニュアル露出でこれを撮ってきますね。どういう感じに変化していくか、これで少しずつブラインド開けてきますよ。開けていくとどうですか。後ろの背景開けていった時に手前は大きく暗くなったりしますか。しないですよね。これがマニュアル露出のことなんですね。で動画の時っていうのはこういう変化をしないと動画で後で明るかったり暗かったりとかっていう変化が起きてしまうわけですね。でこの辺がまあカメラがまだできないってことですよね。まあその辺に関してもね、手前をまあこのカメラに入射式と反射式両方入っていて AI がやればこれが中で手前は明るいんだということを認識していればこういう変化もまあできるような時代になるんじゃないかと自分はそう思ってますね。まあ、ということなんですね。こういう説明をするっていうのはね、意外とこう YouTube ではありそうでないのかもしれないね。これはね、まあ、自分もまあマニュアルを推進しているって意味においてはね、このマニュアルでやるっていうことは今回の、ね、露出のね大きなこう変化があるっていうことをこう頭の中置かないといけないんですよね。でそれによって例えばグレー黒の部分もね、まあ、今回はその黒のところはやってないんですけど、その黒っていうのもオートで撮ると黒も明るいグレーになってしまうんですね。そうすると、まあ、黒に潰すためにまあいろんな弊害が起きてくるわけですよね。でもしその人物が黒いシャツを着ている人、今自分はちょっとね、まあ、黒とグレーの混じったものを着てるからそんなに変化はないと思うんですけど、まあ、この辺のところをね、まあ、皆さんがその露出というのはどういうもんなのかっていうことをねよく理解されてマニュアルを、推奨してるっていうのはそういうことですよね。やっぱりそのマニュアルで撮るっていうことをまず覚えれば、こういうこうなんていうんですかね、オートによってその色が大きく変化をしてしまうんだと、明るさが変化をしてしまうんだということが分かってくると思うんですよね。まあだからそのホワイトバランスもそうですよね。そのオートホワイトバランスっていうのも、まあ、いろんなものによって同じように変化が起きるわけですよね。まあ、そういうことを意外と、まあ、アマチュアの方、まあこうはね、ご覧になっている初心者の方だと特にこういうことが分かりにくいかと思うんですよね。でよくそのプロの人が撮影現場なんかでよくこう白い紙を持って、この白い紙をこうアシスタントが持ってそれに対してカメラを合わせてマニュアルのホワイトバランスをよく撮ってるのを見かけたことはある人があるかな。よくそのプロの撮影現場だとこのホワイトバランスをしっかりところで白い紙を置いてそれでホワイトバランスを撮るんですよね。でまあそういうやり方をするわけですよね。でまあ、自分が昔そのね、なぜこのマニュアル露出のことの話をするかというとですね、昔っていうのは本当に大変だったんですよ。でスポット光の話もあったんですけど、スポットの露出系って今ここにはちょっとないんですけど、倉庫に行っちゃってるからなんですけど、スポットっていうのはこういうふうにピストル型の形をしてて、こうやって狙うと真ん中に一度の丸い枠があるんですよね。でその枠に合わせてピッと押すとその、まあ、反射式ですよね。カメラでいう反射式なんだけど、よりそれがねこうまあカメラの場合っていうのはまあこれもそうですね、 R3 なんかの場合でいくと、まあ、全体を、まあ、測るんですよね。平均的な光を全体でこう測るんですよね。ところがそのカメラをまあ、スポットにしていく、まあ、マクロですよね。マクロレンズみたいなもので
よりこう寄ってくと黄色い花、白い花、黒い花ではもう露出が大きく変わっちゃうと思うんですよ。でこれをね、その色もそうですよね。だからそのマクロの撮影の時にはよりシビアになっていくので、マクロで撮っていてね、よくそのオートで撮って帰ってきたらうまくいかなかったなっていう人は、まあ露出がプログラムオートになってるとか、まあそういうことで問題が起きると思うんですよね。だから自分の出したい色、出したい表現、モノクロの場合はね違うんですけど、でもモノクロに、まあ、設定したとしても結局その明るさっていう問題は常に付きまとってくるわけですよね。この濃度、それをカメラが測ってるわけだから。で 18% にしようとするんですよ。だから黒いものもあのグレーに明るくなってくるっていうのがカメラの性質なんですよね。でこういうことはじゃあ必ずねその黒だから 18% になるかってそうじゃないですよ。ただその引っ張られるってことですよね。そっちの方向に行って、まあ、カメラが迷うってことですよね。で自分がまあ、考えてること、まあ、今後ねどういうふうになってくるかちょっと分かんないですよ。でも自分が持ってる露出をもっとこうオートでどんな時もこうなんていうんですかね、露出設定がきちっとできるようなカメラって考えたら、野村が考える考案してる考え方っていうのはもうカメラに入射式のところもあって、カメラが入射式で測れるところがあるということを、まずそのこれからカメラね今の時代だからできると思うんですよね。でこの入射式のものが、昔は入射式のっていうのがカメラの時代があったんですよ。で中でこう丸いのとこうピタッとこう合わせていくと露出が合うっていう。でもそれっていうのはその現場だけの明るさしかないんですよね。例えばこれが一歩例えばベランダに出てしまうと、あのねここで測ってたものがベランダの外はすごい飛んでしまうみたいな、だから先ほどのことが起きるわけですよね。結局外の明るさに対してあのうまくいかないことが起きるわけですよね。だからそのまあプロの人の、まあ、最近はねもうバラエティの番組になったから、まあ、オートにしてね外から急に外へ出ても露出がスッとこう変わる場面がよくこう見えると思うんだけど、まあ、それがそういう極端な場合にはまあ、編集でその分をカットして外つなぎっていうやり方をしてるんですよね。まあ、そういうふうにしてその明るさが変化がないようにこう編集つなぎをしてるから皆さんはそれが自然に見えてると思うんだけど、実際プロの現場だとそういうのって露出をつないでいくんですよね。もう露出っていうか撮った画像をつないで明るさの変化がないように編集をしていくんですよね。でここにまあなんていうのかな、画像のつなぎ方、動画のつなぎ方、だから動画を覚えていくことによって、まあ、写真のことってのはすごい皆さんも分かってくると思うんですよね。自分が動画を推奨してるっていうのはそういうところにあるわけですよね。でそのやっぱり動画、これからの時代っていうのは動画がいいっていうのは、まずそのお子さんが生まれた時とか自分の昔のことを考えてね、まあ、自分がこう幼かった頃にもし動画で自分のが映っていたとすれば、まあより違ったと思うんですよね。そうすると自分が動いていたりとか、例えば自分の親父も撮ってあげてればよかったかなっていうふうにこう後になってすごい後悔をするんだけど、まあ写真はあるんだけど動画がないっていうのが、まあ非常にこうなんていうのかな、自分でもまあ親父の声とかそういうのが残ってれば違ったのかなみたいな感じになるわけですよね。で自分の場合 YouTube やってるから、自分が亡くなったとしても、まあ、動画でこういう声とかそういうのが残ってるから、まあね、自分のこう関係者はまあそういうのを見たりとかすると思うんだけど、じゃあ露出でカメラのとこに、ここにですね、入射式のところの、まあここだってねできるわけだから、ここに入射式の窓があって、ここに入射式の光を測る、上てっぺんでもいいですよね。てっぺんでもここに入射式の露出計がここに組み込まれていて、ここでこの場所の入射式の、露出計がこのカメラの上についていたとしますよね。そしたら今 AI の時代なんだから、これと反射式と並行していけば、それをうまく計算をするようなことができれば、よりねアマチュアの人がより正確な露出が測れるようになっていくと思うんですよね。でそのことを AI の時代だから、 AI が計算をして今のいい状態にこう露出をコントロールしていけば、同じプログラムでも反射式でさっきのような今のこの現代のね、今これだけ進化してもああやって露出が変化してしまうってこと。でもカメラのとこに入射式のここに露出計があって、これを
AI で計算をしてやればこういうことが起きないですよね。カメラのそばで、まあ、設定ですけどね、カメラのそばを優先するって露出設定のとこを設定すれば、まあ、よりそれがいいと思うんですよね。まあ、そういう意味で考えて、まあ、自分がこう持ってるのって iPhone っていうのは、まあ、かなりそこが計算されてると思うんですよね。まあ、そこが、まあ、そのこういうカメラまだそこまではねいけないっていうそのね、まあ、っているところで入射式と測れば、その例えば白い反射物があったとしてもその場の明るさはこれなんだということと両方こう考えていけば、露出ってのはもっと難しくなくなってね、もっと簡単になる時代が来ると思うんですよね。まあ自分がこういうことをね提案して、メーカーがそれね、どこかがいやそれ面白いからやろうっていうことがあればね、こういうこと起きてくると思うんだけど、まあ実際このじゃあ撮ってるのっていうのはソニーのやつで撮ってるんだけど、これねオートで撮ってるから白い紙をこうねかざしていくと白い紙に合ってくるから背景はすごい落ちてくると思うんですよ。ね、俺の方が明るくなってこう、これをやった瞬間にほらこんなに露出が変化するわけですよね。これを結局自分が言ってるね、オートっていうのは万能じゃないってことですよね。やっぱりそのマニュアルで撮ることを覚えて、でこのことが分かってれば結局オートで撮っていても、あこれは反応してるんだなと思ったらマニュアルにその場で切り替えるとかっていうことを臨機応変にしていくってことを自分は言ってるんですよね。でそれによって風景でも何でも、雪の時もそうですよね。雪の時っていうのも変化が起きてくるわけだから、やっぱりそういうことをね全部踏まえて露出設定をしていくといいと思うんですよね。だから自分は雪景色の時も全部こう自分でやっていくんですよね。で実際自分の動画でね雪景色見てると、雪景色がブルーっぽく見えたりしてるっていうのはわざと色をちょっとブルーっぽくしてるわけですよね。でブルーっぽくすることによって雪の冷たさとか雪の綺麗さを表現しようとしてる色の方向に持っていくだけですよね。実際雪はあんなブルーっぽく見えるわけないんだけど、やっぱりそういうことをね考えていけばいいと思うんですよね。でも実際ね氷の世界の中って、アイガー北駅の中に昔ね自分で一人旅した時と、一人旅した時と川島直美ちゃんの写真集の時にね、アイガー北駅の中にあるその氷の中のトンネルがあるんだけど、その中で撮った時っていうのはもう、まあ、照明をされてるってこともあるけど、こう青く見えるわけですよね。だからそういうのと、まあ、その変化っていう話はちょっと別のことなんだけど、そのこのグレースケールとかもう買いに行ったんだけど、これね皆さんにね、じゃあこれ安いから買いなさいって言ったけど、高いですよこれ。両方で9,000円ぐらいした。だからそのね、昔だったらこんな何百円だったと思うんですよね。でも今っていうのはもう本当に需要がないから、こういったもので高いんだなと思うと、これだけでも2,000円するわけですよね。でこれがなんか6,000円とか7,000円したと思うんですよね、このねカラーチャートね。で今はねもうそのビデオでもカラーチャートってやると出てくるんだけど、でもそのカラーチャートが出てきてね、それを色を見てね、じゃあこれを写し込んでその色は正確にって言ったって、見てる人のね見え方って違うわけですよね。やっぱりその人それぞれで、みんなが同じ色で見てる、ぴったりと同じ色で見てるってことはないので、まあということですね。またお会いしましょう。チャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。